んにちは、トルーパーズの山中です。週末ですよ、トルーパーズ特売情報。先週ダダダダダッと、一気に値下げだ的にこう紹介させていただきまして、多くの反響ありがとうございました。で、今回はそんな中でこちらまだ残ってますよっていうことをですね、いろんな商品をですね紹介させていただこうかなと思います。ロスコの新製品の、T シャツ、こちらも人気ではございましたね。アーミースウェットパンツグレーなんかもねあります。海上自衛隊、海事迷彩上下セット、こちら人気でございます。プロッパーのパフォーマンスポロレディース、でこちら、まだ若干残っております。まあこれで全部ですけどね。そしてトゥルスペックの半袖も、この季節にもかかわらず、ご注文およびご来店でご購入の皆様、おかげさまで減っております。皆さん暑がりさん、はい、こちらのエアナインタクティカル防水サイドジッパーはラスト1点、11.5 っていうサイズは、約 29.5 センチのことですね。そしてブルーフォースギアの、プレートマイナス V2、 そしてプレートマイナス、こちらもそれぞれびっくり価格でだいぶなくなってきてもしまいましてはおりますが、急げー的な、こいつは意外と不動なの。なんか片隅に追いやられてるこの山中社長レビューするカモフラテント6000円。こちらのポーチはもう OD のみになっちゃいましたね。そしてそんなメイドイン USA ブルーホースギアの、ずらずらずらーっとある商品の中でもこれなかなか売れてかないんだけど、とってもお買い得なんですけどね。25,000円で M4 のマガジンポーチとハンドガン用のピス、あのマガジンポーチ、そしてダミープレートが2枚入ってこのお値段と、あとはだいぶちょっと、特売品もなくなって穴ぼっこが開いてきちゃいましたけども、まずこちらですね。HK417 用の日本用、なんとこのお値段。そしてこちらの OSS ポーチ、これはこちらのこれですね、モジュラー、バッドベルトキットにとかに使うやつなんですけどね、これもねとってもお買い得な値段なんですよ、各色。そして、ベストやなんかに使えるパッドラップ、とっても豪華なやつ、あって、あとはこれは G3 系なんだけど、これ実は結構な G3 のマガジンポーチが2本入るサイズで、割と途中で締め込みもできるので、こうかなり M4 とかにも使おうと思えば使えるし、万能なポーチなんですよ。ブルーホースギアの10スピードマガジンポーチがなんと1000円。怒られちゃうね、本当に。 MP7 用なんかもお安くなっております。で G3 の10スピードショートタイプね、なのですよ、ブルーホースギアコーナー急げと。あとは残りいよいよ3人になってしまいました。他こういった DVD もまだまだちょこっとだけあります。そしてホールディングスツール、小物
系で、まずこちらのナイトビジョン用マウント、こちら1000円で残ってます。そしてこちらもシルバーのカラーだけですけど、ビクトリノックスのミニチャンプ AL という、ハンドルが表面がギザギザがついてて滑り止めが効いてそうです。そしてこちらの砥石、まだ研いだことないっていう方、手始めにお一ついかがと。そしてそしてガーバーの、来季廃盤ですよっていう中から、こちらのベーシックセレーション、まあ、ちょっとね、手のひらサイズというかちょっとちっちゃい感じで力が入りやすい。そしてそしてウィンチェスター、手頃価格 2.5 インチ DBL ボルスターウィンチェスターのロゴがついています。これはちゃんとあの、はい、後ろロックバックシステムでこんな感じ、そしてもう一つウィンチェスターといえばこちら3インチホルダーがこちら1800円でライナーロックモデル、これはちょっと動きが渋かったんですけども、今回ちょっとグリースを使ってお手入れをしときましたので、このようにスムーズに開くことができると、ちょっとまだ硬いかな、個体差があるこちらはもうあと5、6本あるかな、まだそんなにないかな、よくわかんなくてすみません、まあ、そんな感じ。こちらマック酒井さんにレビューしていただいたレザーウィップ2800円現品限り、あとこちら、陸自迷彩のコンバットモデル、コンバットシャツの旧モデル、こちらも XS のみですけど、数量限定でまだちょこっとだけ残っております。はい、そして人気のハザード4の、バック類を少々いくつか特売にしたんですけど、まさかまさかこれが残るとは思いませんでした。テイクダウンのコヨーテ、こちらは、このように、ワンショルダーで、どちら利きの方でも大丈夫よっていう付け替えができるんですけど、でこのようにですね、背負って、サイズ感覚としてはやっぱりちょっと長めなんですね。それで前に持ってきて使えるんですけど、右利きでも左利きでも対応できるように、こちらこの手下げドラッグハンドル、このハンドルこそ片側にしかついておりませんけども、他はほぼ対照的な作りになっておりまして、表面もジッパーがここから、ジッパーがここからぐる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 ここまで開くようになっております。パカッて開くわけですな。というのは、それぞれにジッパー2つついておりますけど、何かと言いますと、こう背負って前に持ってきた時に、右利きでも左利きでもちゃんと上からこうやって各ポケット、メインコンパートメントも含めて、こうちゃんとこの垂直直角、なんていうの、真横にした際にもアクセスできるような設計になっているわけです。でもちろんこのね、こういった、側面や表面にもモレーのベルトがついているので、後付けで、お好きなポーチを拡張することもできますよと。こうして本来やったらこうですね。このスタビライザーによって、
通常はしっかりとこうやって固定して、まあ、揺れないように保持することができるわけですよ。はい、ね、まあいいや、まあ、そういうわけでこちらあと2個残ってます。はい、こちらは人気のバイクショップ、ホワイトベースさんコーナーで、こちらのハロプリントパーカー、こちらはこの間なんかホワイトベースさんを知らない人がデザインがかっこいいって言って買ってった。びっくり、うん、こんなもう作らないよっていうワッペンも、うんうん、今特売で売ってたりします。このようにこう日頃のホワイトベース二宮さんへの感謝を込めて掲げてるわけですよ。まあ、本当は銅像を作りたかったけど。はい、こちらマック酒井さんのトートバッグもまだ少し残っております。そしてマック酒井さんコーナーではこちらの、マガジンは自重で落下します、このステッカーが大変人気、ぜひお一ついかばと。そして早くも今年も早くも早くも人気が出始めたこちらの US モデル M65 フィールドジャケット、本当にこのお値段でいいの、ライナー付きあったかい、うん、はい、そんなわけでこちらも XS から XL まで、まあ、店頭に来ていただければご試着も可能です。 US サイズの基準になりますね。ぜひお一ついかがと。はい、今週はプロッパーの、こちら長らく切らしていた BDU G ギアシリーズなんかも、たくさん入荷しました。こちら人気のといっても価格帯的にもそんなに出ませんが、早くもご購入していただいている方今年もちらほら出てきております。 3-in-1 ハードシェルパーカー、こちらも人気ですね。 BA ソフトシェルジャケット、うん、各色、うん、US エージェンシーの FBI ウォッチステンレスバンド、こちらはもうステンレスバンドのブラックしかありませんけど、これが日本で最後の一つということです。お早めに。ナイトビジョンなんかも一回切れてしまうと長いので、できればあるうちにお一ついかがと。店員おすすめ、サバゲーでも日常でも。ということでこちらのテンペスト、まあ、厚手は厚手なんですけど、こちらのグリップスキンという素材によって、最低限の手のひらの感覚、指先の感覚を保持できるようになった、薄型といえば薄型でも保温性も高く、厚手といえば厚手、どっちなんだ。まあでもこのデザインが、なんていうのかな、あまりミリタリーしてなくて、まあスポーティーというか、まあ、うん、かっこいいでしょということで、こちらも S から XL までありますので、ご来店できる方はぜひご試着して、うん、程よいサイズのものをゲットしていただければと思います。はい、テンペスト、こちら毎年冬になると人気になるグローブの一つです。よろしくお願いします。ということで、いろいろ特売品下の方にリンクを貼っておきますので、よかったらそちらで検討いただけると幸いでございます。また今回紹介した中で特売ではなかったナイトビジョンとか M65 なんかもありますから、そちらホームページの方からちょっと探していただけると幸いです。探し方としては品名あるじゃないですか、 M65 パーカーだったら M65 って検索窓でパッてホームページ内のね、そこで M65 ってアルファベットで打って検索ってやってくれると、該当する商品が候補が出てくるはずなので、ね、そうすると探しやすいかなと思います。検索ウィンドウの方よかったら気軽に使ってくれるとありがたいと。そして通販でご依頼いただく場合はちゃんとこちらの備考欄にマグネット希望って書いていただければ今
ちらのマグネット3種類セットプレゼント中ですので、必ず備考欄への記載を忘れないでください。まあ、そういうわけで、今週末は、僕は、事務所で日曜日は遅番、そうか、まあまあ、それ以外もちょっと今ちょっとプロギアマガジンをですね執筆しているので、まあ、執筆っていうほどのもんではないですけど、まあ、学級新聞みたいな、まあ、そうすると学生の皆さんに謝れって言われるんですけど、すいません。まあちょっと今編集作業にちょっと追われているので、ちょっと店番の方ちょっとなかなかできないかもしれないですけど、日曜日は夕方から、僕はいますね。他はまあ優秀なうちのエージェントスタッフたちが皆さんお相手ちゃんと接客しますので、ぜひ気軽にご来店いただければ幸いかと思います。あとはあれですね、12月になりますけど、山形方面の皆さん、12月9日あとは前日の8日も含めて赤塚製氷香水さん、ね、人気のかき氷屋さんに集合していただければ幸いかなということで、週末ですよトルーパーズ特売情報でございました。最後まで見ていただいてありがとうございました。